お高神社拝殿お高城は、福島県南相馬市小高区にあった、日本の城。別名、勾配山浮船城。南北朝時代に、北畑秋家率いる南朝の軍勢に対応するために建設され、県務政府下の1336年に攻められ一度、陥落している。翌年1337年に城を、奪還してからは、第16代当主。 相馬吉種が本城を宮古市城や中村城に移転するまで約260年間にわたって相馬市の居城であった。城の北東から伸びる飛行10メートルほどの丘陵の頸部を掘り切りできる形で城を作り、城の南を流れる小高川を外堀としている。城の西から北にかけては水田が巡っており、堀であったと想定される。 このように三面を水域と湿地で囲まれていたため、浮船城と呼ばれていたという。現在は、城の東に、弁天池と呼ばれる堀跡が残っている。大手は東側で、現在作られている南側の山道は、移行とは無関係である。城の一部に、ドル跡が残り、特に神社裏。 北面の保存状況が良い。城の規模は小さく、主角以外の車は小さく未発達であるため、実戦向きとは言い難い。防御力の低さを補うために、付近の丘陵に複数の出城があったと言われており、この城地の狭さゆえであると思われる。相馬市が小高を本拠地にした要因は、南隣の岩市を建制する目的であった。ところが、 北隣の伊達氏との抗争が激化すると、相馬氏は中村に城代を置いて、伊達氏と睨み合った。1600年の関ヶ原の戦いでは、相馬氏は佐竹氏に組みしたために、関ヶ原の結果として、領地を没収された。しかし、伊達政宗が相馬義種を擁護して、徳川幕府を説得したために、相馬義種は丘陵である浜通り夜の森北への復帰を果たし、 1611年には、本拠地を、上代所在地であった中村城に完全移転して、中村藩を建てた。この本拠地移転も、この小高城の狭さゆえであると思われる。現在は、本丸跡の平場に、相馬市の守護神である雨の御中ぬしの神を祀る、相馬小高神社が建っており、相馬や祭祭りの時に、裸馬をすでて鳥押さえ神社に奉納する、ヤバ掛けの場所として知られている。 なお、茨城県なめがた市麻生にも、同名の小高城跡が存在するが、こちらは、行方、相関の小太郎邸美木によって築かれた。明治以前は、神仏集合にて、同一視された妙圏大菩薩を祀っていた。ありがとうございます。